どうも、キャプテンです。ということで、今回なんですけれども、ワンオクロックのチケットを当選したよ。じゃあ、その後どうするっていうのをちょっと解説していきたいと思うんですけれども、その前に、ロックサウンドを届きました。全部英語でよくわからない。この中に付属しているポスター、今後こちらに更新していこうかなと思います。ワンオクロックは今年新しいアルバム、ラグジュアリーディジーズ。こちらが発売されてから各所でライブが行われていました。先日、北米ツアー終わりまして、今ではオーストラリアでライブをやっています。その後に待ちに待ちました来年ですね、ワンオクロックラグジュアリーディジーズジャパンツアー開始されるわけなんですけれども、先日ですね、そのライブのチケット抽選が行われました。今回のラグジュアリーディジーズジャパンツアーですね、主にドームで行われるということで、どこの会場で行われるのか、そしてキャパシティはどのくらいなのかっていうのは、まあ、先日の動画であったり公式サイトの方でご覧ください。そして今回のプライマックスマーク会員限定チケット抽選っていうのが、全部最大で10公演まで応募することができて、そしてその1公演に当たり4枚まで最大応募することができるということで、当たるでしょ。ただそれは過信しすぎないでください。プライマルトマーク会員だからって言って必ず当選するわけでもなく、めちゃめちゃいい席で見れるわけではありませんので、ご注意ください。皆さん応募しました？そしてよく DM でいただくのが、チケットを複数応募してで複数当選しました、全部支払わないといけないんですか？当たり前です。支払いできなかったチケットに関しては落選扱いとなりまして、今後のチケット抽選当たりづらくなるっていう噂があります。でですよ、プライマルトマーク抽選皆さん終えたと思うんですけれども、12月10日18時からですね、当落発表の方があります。メールで届くんですけれども、まだ動画で言ってなかったのが、どこの会場を応募したのかっていうところですよね。まあ、それは後日当落発表の方で発表していきたいと思います。でですね、本題に入ります。当選後の流れっていうのを説明していきたいなと思います。まあ、落選してしまったらこの話は意味ない。よくね、DM でいただきました、チケット当選後の流れを教えてくれと。わかるはずがない。というのも、僕は数々のワンオクロックのライブを参戦してきました。電子チケットをたくさん手に入れてきた。直近のライブで言うと、電子チケットに関わるライブで言うと、アイブザストーム、かれこれ 2,3 年が経ちました。忘れました。まあ、いろんなライブ参戦してきて電子チケットも結構取ってきましたけれども、まあ、結構時間が経ってるっていうのもありますし、あとはもうシステムがそもそも変わっちゃってる。毎回毎回同じやり方で電子チケットを手に入れるってわけではないんですよ。まあ大体同じなんですけれども、24歳になってチケットの勉強しました。高評価お願いします。大体のことは分かりました。今から教える部分も少し違ってるかもしれません。そこのところをご了承ください。ということで、ワンオクロックのライブチケットに関することなんですけれども、まずですね、紙チケットはありません。はい、スムーズな取引接触リスクを軽減した考えで、今回も電子チケットのみとなります。そしてチケットを応募するときにですね、決済方法っていうのを選ばれたと思います。セブンイレブン決済であったり、 e コンテクスト決済、こちらの2つ決済方法があったと思うんですけれども、これまず何と、どちらも一緒じゃないの？違います。それぞれメリット、デメリットあります。まずセブンイレブン決済から言うとですね、メリットは現金払い、クレジットカード払いできちゃう。これありがたい。デメリットはその名の通り、セブンイレブンでしか決済することができない。対して e コンテクスト決済のメリットっていうのは、複数の決済取引金融機関があるといったところです。対してデメリットは現金払いのみとなります。まあ、そこは各々選択していただいたと思います。当選した方はその方法で決済を行ってください。その決済、支払いを終えるとですね、そのチケットはクロークというところに入ります。まあ、クロークっていうのは置いといて、入金した後チケットが入ってくるタイミングっていうのが、セブンイレブン決済と e コンテクスト決済で違いがあるんです。セブンイレブン決済ですと、入金した直後にチケットが入るんですが、 e コンテクスト決済っていうのは入金してからその翌日にチケットが入ってきます。なので、まあ総合的に考えると、セブンイレブン決済の方が圧倒的にいいです。扱いやすいと思います。で、さっきちょろっと言ったんですけれども、支払いしたチケットはクロークというところに入ります。クロークって何なのかというと、そのチケットを引き取るのか、分配するのか、リセールに出すのか、大体その3択できるところです。なので、クロークはチケット取引の仲介役です。だからまだ完全にチケットを取得したわけではありません。じゃあどうするのかと、電子チケット化にする必要があります。まずクロークで購入したチケットがボンと出てくるわけです。電子チケットで引き取るっていうボタンがあるんです。で、それを押していただいて、モアラチケットで引き取るっていうボタンがまた出てくるんですよ。で、モアラチケットって何なのかと、電子チケットアプリ媒体ですね。ピクシーボックスとかいろんなのあるんですけれども、今回はモアラポケット
っていうアプリに電子チケットを入れる必要があります。なのでこのモアラポケットっていうアプリを事前にダウンロードしておいてください。12月10日までにね。とりあえずただインストールしておくだけで OK。 そしてモアラチケットで引き取るっていうボタンをタップした後にこの内容で引き取るっていうボタンが出てきますので、そちらを押してください。そしてもう一回確認画面が出てきます。で進んでいただいてボタンを押すとですね、勝手にモアラポケットのアプリが起動します。で起動したらもう勝手に入るんですよ、チケットが。だからそこのモアラアプリの方で会員登録であったり連携というのが必要なくて、簡単にモアラアプリの方に電子チケットがボンと入ってくる。だから今回本当に楽です。ただ注意してほしいのが、電子チケットを入れたそのモアラアプリを間違ってアンインストールしてしまいました、チケット消えます。あとは機種変更した場合っていうのもちょっと厄介で、機種変更する前にモアラに入れた電子チケットをまたクロークに戻して、でその後に機種変更してください。で新しく来た携帯をですね、またクロークの方にアクセスして、でそこからまたクロークからモアラアプリに電子チケットとして転送して、またそういうね一手間がありますのでご注意ください。であとはですね、分配ですよね。今回応募する段階で1公演あたり最大4枚まで応募することができますと。例えばじゃあ自分チケット2枚持ってますと、で同行者がいます、スタスタスタッフの方に向かってって、2枚あるんですけれども、これ2人分です、入れますか？入れません。事前に分配をしておいてください。じゃあ分配ってどうやってやるのかというと、分配するのはさっきも言った通りクロークの方で行ってください。分配するっていうボタンがあるので、そこを押して内容を確認して、確かね2つぐらいやり方があって、 URL を取得して、その当日行く同行者の LINE に送信して、そこからチケットを受け取るみたいな、そんなやり方もありますし、分配するっていうボタンを押した時にもうすぐね過去に分配したことのある人の名前がボンと出てきます。それを押すともう勝手に分配されるみたいな、そういったやり方もあります。そしてクロークでできることラスト、リセールです。 100% とは言わないけど今回もリセールがあるんじゃないかと思います。リセールっていうのは簡単に言うと、チケット当選しました、で入金もしています、だけど当日予定が合わなくて参戦できません、じゃあこの買っちゃったチケット1万1000円のチケットどうしよう、誰かに譲ろうかな、それです。しっかり公式が行っているもう返品です。でその手放されたチケットを、落選してしまった方はそれを狙うわけです。回線がなかなか繋がらない、もうリセールやりたくない、繋がったと思ったら目の前にあったはずのチケットがもうない。僕は今までワンオクロックのライブたくさん参戦してきました。落選のラの字も頭によぎったことはありません。アコースティックライブ落選しました。アコースティックライブ山梨のステラシアター、悔しくて富士急行きました。ということでワンオクロックのライブ初めて参戦する方、コメント欄とか見るといらっしゃいます。もし仮にその方たちがチケット当選してしまった、その後の流れどうしようわからないっていう方ね、結構いらっしゃると思ったので、その当選後の不安であったり悩みっていうのを少しでも解消できたらなと思いまして、今回動画にさせていただきました。本当にね、今回はそこまで難しく考えなくても電子チケット化にすることもできますし、分配方法であったりリセールの方法、追ってね説明していきたいと思いますので、そんなねチケット取得できるかなみたいな不安にはならずにですね、迷ったらまずこの動画にいつでもいらしてください。悩みの DM いただくんですけれども、全部が全部返信できるわけではないので、その中で一番多かった悩みっていうのを抽出してですね、後日動画にしていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。概要欄にインスタ、ツイッター、TikTok の URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいてフォローの方よろしくお願いします。ビビッ。